はい、こんにちは、浜松です。はい、こんにちは、にゃんちゅうです。はーい、で、今回も実況をね、みやさんとやっていこうと思うんですけど、はい、今回はですね、ちょっと浜松考えました。もう実況思いまして、はい、今回この遊びますは、皆さんボタンを一つ押してください。はい。二つボタンですね。失礼しました。UFO。UFO。正式名称は、はい、UFO A Day in the Life というゲームでございまして、これ、1999年、うん、録画してるのが、今これを撮っての14年なので、はい、15年前の、だいぶ古いですね、作品でございまして、うん、これがですね、これを作って、はい、早速、今、オープニングを見てきました。はい。ですね、じゃあ、ちょっと私が簡潔にまとめて説明しますと、はい、UFO というゲームは、うん、地球に墜落した、宇宙船の乗客を助けるゲームです。うん。それで、この主人公のこのタコみたいな子たちを操作して、はい、その乗客、そのアパート、ちっちゃいアパートに落ちた、うん、宇宙人たちを探していくゲームなんですが、うんうん、これが非常に難航する理由がございまして、まず一つに、宇宙人の姿が見えません。まあ、フロンガスターとか電磁波の影響で姿が見えないと言われております。うん、で、それで、なので、私たちも操作するんで、地球のそのアパート内に入るんですけど、うんうん、多分行った先で、私たちはその地球人とか地球のものに影響を与えることができません。うんうん、ただただ、こう、起こっていく、時間の流れの中で、宇宙人を探して写真を撮る。まあでも見えない、見えないんですけど。そうですね。探っていくしかない。はい。はい、で、まあ宇宙人、乗客結構好奇心旺盛なんで、結構こう行く先だけでいろんなことやるんで、で、あれなんかこれ不自然だなって思うような場所を写真で撮っていただく。っていうゲームですね。なるほど。で、もう一つ。ただ写真を撮るだけではなく、用語ですけど、バッチシーンも撮らなきゃいけない。バッチシーン。バッチしなシーンのことなんですけどね。ほうほう。なんでかっていうと、地球っていうのは、このゲームの中で非常にこう、未開拓の星でして、あ、乗客だと思って助けたら違うやつだった。だから大問題なんです。なので、とりあえず、あ、この乗客なしか、このアクションはできないな。もうこれで間違いない。こいつ間違いないや。って思うような場面を撮らなければならない。要するに、マスターからのお金だったら、ワオって言った瞬間を撮れ。そういう感じですね。大変わかりやすいです。はい。はい。ありがとうございます。早速進めていきましょう。はい、このメインモニターのところをちょっと。はい。いただきまして、で、部屋が廊下。アパートの廊下。で、あと、部屋が8部屋。はいはいはい。っていう設定でして、はい。で、1ステージが、その部屋の中の1時間、はい、0時間、今できるのは0時から1時までの間です。0時から1時までの間をしかまだ選べません。これは、乗客を助けていくことに、こう、なんだ、出るわけですよ。新しい時間帯が。というわけで、まず102号室、AM0 時00分。はい。というわけで、102号室、深夜0時でございます。で、今、左上にランプが出てきました。これは、この画面の中に乗客がいますよ、っていう合図です。そうなの？はい。丸ボタンを押すと、はい。写真が撮る、丸ボタンを押して、それで動かして写真を撮れるんですね。これで写真撮ってる。これただのネズミか。これただのネズミ。いやいや、それ三角ボタンもそうですね。帰ってしまうんですね。なるほど。一回戻りまして。いや、戻らないでくださいね。まだ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 。まだ待つ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 右上でしたね。ハマスね、久しぶりちょっと嬉しくて浮き足立っております。あのマークは、このゲームの中で1時間というのは、こちらのこう、現実世界2分で終了するんですよ。2分で1ステージなんですよ。はいはいはい。なので、こう30秒ごとにマークが出るんですね。右上に。おー。なので、
まあ、あと。え、じゃあ、これ、どんどん時間なくなってるってこと？そうですね。時間もリアルタイムで経ってる。そうなの？まあ、最初そんな難しくない。明らかに怪しいものを。明らかに怪しいんだけど、これ、撮ってるってこと？撮ってますね。この、写真の下に表示される、この黒い点々がありますね。それが、はい、最高10枚まで撮れまして、10枚撮ると強制的に帰ってしまうので、時間が経ってなくても。もう無駄取りしたね。なので、この実況内では、9枚までしておいてください。あ、はい、了解です。途中で帰っちゃうとね、話が分かんなくなっちゃう。確かに。で今、さっき撮ってきた写真が現像してるんだ。え？ね、声とか音がすごく耳に残るんですよ。これが自分たちのレスキュービームが発射されます。ヒトルマン。飛行機落ちた。バラバラ。ないね。トラウマになっちゃった、ね。これに対して拍手が出ることはちょっとね、まず疑問ではあるんですけど。ああ、いや、確かに。それによって、廊下の0時が解放されました。こうやって乗客を作っては新しい時間帯を飛んで、また乗客を撮影して、っていうのを繰り返すゲームですよ。廊下は、その、すべての部屋の中特殊でして、結構移動が広く移動できるんですよ。猫がすごい。あ、早速センサーの反応してます。そうです。何枚か撮ってもいいですよ。撮っちゃいました。で、この廊下は結構広いんで移動ができるんですよ。階段を使って移動ができます。そうした。あ、ここに行くんで、ちょっと一話下まで行きましょうか。行きますか。なんか落としたけど大丈夫。で、動きがないね。いや、ないですね。音も結構ヒントになる。ブルブルブルって言うのか。ですね。今、屋上2階、あと1階も降りれるんですね。1階。あ、左の？左を行けば1階。ね、猫ちゃん、おじさんが寝ています。おじさんかな？若干疑問が残るんですけど、ね、寝れるんだ。まあ、この子は何の影響はないんで。なるほど。で、このルールなんですけど、はい、コスモセンサーは画面内に乗客がいるときだけ反応します。左上の。なので、こう移動して、どっかに、いると。いろんなものが見に来たくて、ちょっと。気になりますね。そうしましょう。どうして、あ、星野先生が消えたなと思ったら、あ、見ないんだ。じゃあ、さっきの場所にいたんだな、っていう感じで、手探り探していく必要がある。なるほどね。この状況でいないけど、あ、星野にいるんだ。ここに持ち寄る。さっき、猫を撮ってる間、下の方でまた動いてたんで、今度、あ、時間切れです。じゃあ一度現像しに戻りましょう。ねえ、難しいな、これ。そうなんですよね。お？かわいい。ラッキー。この喋り方がすごいな。耳に残る。12時のパッタまで。
このポイントレスキューフリーの音楽が頭に流れる、頭に流れるんですよ。出てきてね。はい。突然の感謝。Thank you。ザーッパフェ。105号室ですよ。まあでもちょっとさっきの廊下も気になるところがあるけれど、行きますか。まあ、時間選択は皆さんにお任せいたします。あ、いないじゃん。いや、来すぎたんじゃないですかね。カメラ構えて待ってたらいいと思う。キャラ撮った。寝ちゃうっていうのすごい。おじさんなのかどうかわからない。そもそも。人間かなっていう。左上なんだっけ、コスモパワーだっけ、コスモセンサーです。あのね、コスモパワー、ポケモンにありましたけど、そういうの。強いです。強いんですね。コスモセンサー、ちょっと泣く、あ、さっきのが、1階の、うん、うちちゃんのいるあたりですね。数枚切りますか。その数枚、こう、怪しいと思った周辺をね、くまなく取るのも大事ですよ。どうせ、現像しに戻るときは、全部まとめてないんで。そうだよね。足元あたりも、ちょっとどういうんですか。足元。上の宇宙人じゃ。宇宙人じゃないか。あれは人間です。すごい気になる。何持ってるの？この人が何号室行ったか見とけばいいんじゃないですか。行った先で多分。これ、素通りっていうの？いや、よく寝てるんじゃないですかね、おじちゃん。うちの人に言うんじゃないですか。名前がないんですよね、彼。名前が明かされないんで、まあ、思い思いの名前で呼ぶしかないじゃないですか。人間で。ロンゲの人が部屋に入った時に今センサーが消えたので、もしかしたら、乗客があのロンゲの人と一緒に部屋の中に入った可能性もあります。というふうに考えると、入った先の部屋で撮影するときのヒントになります。ちょっと導き手がいないと。そうだね、待つわ。待ち導き手がいないと。うわぁ全然ダメだ。惜しい。というわけで、まあ、なんだよ、下ですね。まあ、そうですね、おじちゃんが何もない場所でこう、ツルツルっと滑ってひっくり返ったというのが、大きなヒントになっております。ひっくり返ったんだね。なったと思ったんですか？なんか、上ちゃんだけ宇宙人見えちゃって、びっくりして。驚いて。宇宙人、宇宙人だ寝るその後に寝る。そしたら寝るのすごいなって思って。ああ、ね、びっくりした直後に爆睡。そう。下は、隣の部分。滑らせる。バナナ7です。バナナ7。バナナ7。バナナ7です。バナナ7じゃないんだ。わかんないですね。バナナ7です。バナナ7も言ってますからね、マザーが。ああ。またやっぱバナナ7って言うなら、バナナ7です。バナナですね。なんで拍手まあ、今度、部屋が空いていくわけです。いいですね。順調、順調。順調ですね。今のところ。うん、まあまあ、このままでジョノプシですよ。